Hey, I got a confession. Been losing all momentum. Just because. アトリエハゴの千夏です。今日はこなれて見える一つ結びのケタバの引き出し方をレクチャーしていきます。あらかじめスタイリングオイルを3プッシュ手に取り、髪にまんべんなくつけなじませます。後頭部の中心を引き出します。2ミリ分毛を引き出すイメージです。出しすぎに注意しましょう。一つ結びから放射状に左右3箇所ずつ同様に引き出していきます。引き出した毛束と結び目の半分くらいの位置で毛束と毛束の間を同様に3箇所ずつ引き出していきます。一つ結びの下側もなじむように左右2箇所ほど一つ結びから放射状に引き出していきます。最後は正面から鏡を見て、トップのボリューム感が足りなかったら初めに引き出した毛束をつまみ調整し完成です。初心者の方でも慣れてない方でも簡単にできますので、ぜひ挑戦してみてください。インスタもチェックしてみてください。That shit was amazing. Can we take it?